こですね、うん、じゃあ12番4択です。4択、当てたいね。次のメンバーのうち、ナイトがナイスガールトレイニー出身なのはどれ。あ、これ簡単だな。 A 清野桃姫、 B 井上玲、 C 牧野マリア、 C あ D 笠原桃奈。 B 正解ですよね。そうなんだよね。いや、これは簡単だった。勝ち棒した。負ける。これは勝ち棒した。こことここか。あとそこじゃね。いや、バチバスないで。ここ、うん、そこは絶対、ここ行こうか。絶対変えられない。もうほぼ角、ほぼ角みたいな。雑学4番。雑学むずいな、これ多分ミスかも。ハロープロジェクトのびっくりマークの名前は何？知らねえ。びっくりマークの名前はプロジェクト。全体全部ってこと？そのびっくりマークに通ずるってこと？びっくりマーク自体の名前。まずあいつがキャラクターとかじゃないよね。うん、びっくりマークのことでしょ？何ふってカタカナでもいいし漢字でもいいよ。カタカナもどっちでもいい。あ、はい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 、なるほどね。これでしょ。はい、まあ字はいいよ。どうぞ言えよ。カンタンフ。違う。正解。おっしゃ。エクスクラメーションマークね。エクスクラメーションマーク。そっちは出なかったわ。これどけたおけるとこあそこね。ここね。焦った。なかったら負けですよ。負けじゃない。なくなったら負けですよ。そのルールいかず。なかったらその時点でのお前らのターンになる。あ、そうそうそう。パスになる。なるほどね。勝てないか。どこだ。23か。23番。きらめきは無理だ。アルファベット一文字を答えなさい。アンジュルム S、 上場軍団が F、 椿ファクトリーが E、 ビヨーンズは何でしょう。いきます。30 29。上場軍団、こういうクイズで上場軍団が入ってくるっていうのはめちゃくちゃ珍しいからね。5 4 3 2 1 0。終了。いける？無理。 TD 正解は E です。 E かぶせかぶせ。マジで何だったの。どういうつもりなの。文字の数を英語にした時の頭文字。1問目アンジュルム、まあ、これは S6。 なるほどね。そういうことね。むずいっすね。これ激ムズだった。激ムズでしたね。いきます。ここ行っちゃったらでもね、次ここ取られちゃうからこっち行った方が。それなんか今ここ、あ、ここ行こう。ここ17ひらめき。17番いきます。いいっすね。漢字一文字を答えなさい。です。生田絵里奈が金田智子の友。野中美希が、うん、市場の市、うん、工藤由美が毎日の毎。山崎ゆはねは何でしょう。スタート。30秒だったらマジで東大よね、これ本当に。超難問。ベネン。5 4 3 2 1。後手3五歩。早い石田ですかね。早い石田。後手早い石田。はい、龍。じゃあ無理よ。なんかこれは無理。名字と名前の最後を読むと木偏をつけた漢字になる。こことこかな。でそれにその気変をつける。ずっとゼロムズじゃん。ネットキネ、ネット岩山崎キ、キネ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 山崎キ、キネだからキネ、キネかけねえの。午後の午。ゼロムズなんでさ、あと30秒じゃないこれは。キネやばい。ってことで初めてさ、着実に置くところがありません。本当にない。ないです。ないよ。だってじゃあ行きます。今間違えたんだもん。です。今正解してたら置けたのに。
キネか。キネがむずすぎた。ここですね、もう。そこしかねえな。ガチ、友達やりすぎたな、これマジで。3択、18番、3択お願いします。この当てろ。18番18番、3択。とにかく罰だけが。え、もう3択ジャッキー、これもう。そんな簡単？アンジュルムのメンバー、上國料萌衣の出身地はどこ？いけ3-3-2-2-1-1 3-3-2-1-1 真心。違う。まだ答えてないよ。違う。惜しいな。もう一回言っていいよ。あ、真心も正解。よし、なるほど。置けたー。合ってんじゃん。おっしゃ、27番漢字。来い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 。水で水で。27番。もう出ない。これ。いいぞいいぞ。いやでもお前は文系だから、文系と言ってもよ、話。いや、ちょっと頭の良さ見せてくれ。アップフロントチャンネルで配信された曲「恋する魚編」で、魚編に花一文字ね、漢字そうの読み方。読めねえよ。読めねえ。読めねえ。だったー。え、この魚聞いたことある？あるあるある。魚、花っぽい魚はな、言ってくしかないんだよね、これは。花っぽい魚ってなんだろうな。花っぽい。イソギンチャク。まさかねえしよ、まさかの。そう、大した。いや、ホッケです。いやだよな、俺もクーでホッケから取ったんだよ。さあ、そしてここでカノを取ったも同然。もう取れない。ここですね、24番。誤差プラスマイナス5まで許容範囲とする。はい。恋愛レボリューション21の歌詞で超は何回言っている？これプラスマイナス5いけんの？うん。ちょ何回言う？ 8、7、6、2、1、0、60回。正解は69回。あー！お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 ー！私たちはこれマジだったな。置いてくれたからよかった。そうですね。ここ進んだことでここが取れない。そこはもうね、誰も取れないよ。それいきます。21、4択。歴代モーニング娘。の中で最も早くかつ在籍期間が短く卒業したのは誰？超。これ言う？読む？4択の方がいい？一応4択の方がいいっすね。A 石黒綾、B 矢口、C 一、D 福田。D 福田。正解。よし。福田さん。動けない。パス。どうぞ。パス。ここっすね。8雑学。ここ取れたら強いの。シソ科の植物で。ビヨーンズの島倉理香のメンバーカラーとなってるのは何？ラベンダー。めっちゃ簡単じゃん。正解。よしよしよし。ラッキー。シソ科は知らんけど。ここじゃ、ね、はい、これ取ったら勝ちだろ。2番。次の 3つのうち、こっちから私取る。ゾウニで喧嘩してんじゃねえよの歌唱メンバーではないのはどれ？勝った。A 川村彩乃、 B 宮崎優香、 C 福原瑞希。 C ですよね。さあ、ここ決めます。ここ取って終わり。1連想。しかもこれ難問だから。超難問。次の4人
福村瑞希、広瀬彩香、尾形梨沙、平井美代に共通することは何？あれじゃないですか？多分出ると。はい、行きます、はい、東京出身。ちゃう。尾形さんが違うんだね。正解は左利き。終わりだということで、いや戻るのがないので試合終了。さあ数えていきましょう。せーのでおこうか。せーの。ということでこの勝負雄大明信チームの勝利。今回やってみて、あ、まあ、めちゃくちゃ難しかったなと。あとオセロのルールっていうのがねちょっと難しかったかなと。その罰を置いちゃったせいで、あのそうそう置けないとか出てくるっていう、独自ルールでやったからね。独自ルールのせいで、あの我々の枚数より罰の方が勝ってるっていう現象が起きてるんで、またねルール改めて、そこもちょっと難しかった、難しかった、うん、そうで、また今度勝者さんからのねいろんなクイズとか企画ガンガン募集してるんで、楽しんでやっていければなと思うんで、これからもよろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回あります。それでは来週。